それは今年8月、松井選手の見つめる先に日本ハムファイターズ大谷翔平選手、今年投げては10勝、打っても22本、日本一の立役者となったパ・リーグです。そんな大谷選手がひとたびバッティング練習を開始すると、ベテラン選手たちも集まり、大谷鑑賞がスタートします。軽く振っているように見えて楽々と柵越え、すさまじい打球の連続に言葉を失う楽天内。すると大谷選手にとんでもない一発が、出た、これか、本当だ。松井選手が思わずこの顔になったとてつもない打球がこちら。大谷選手の打球はバックスクリーンの電光掲示板上段を直撃、推定 160m の超特大弾。すごいね、怪物ですよ、すごいですよ。